江戸新店まで歩いてみたいと思います。まずそんなに遠くないです。このライオンズマンションの隣かな。このこっちかこっち、こっちだと思うんですけどね。ちょっとね行ってみたいと思います。歩いて 2,3 分ってだからちょっとね 2,3 分以内に着いてほしいけれども、今ねこのここで第一京浜をね渡る時の信号がどのくらいかなって、ここのちょうど日本列島のところから、あ、でもなんか信号もうすぐ上がる、ここは、ね、変わる感じなんで、ちょっと良さそうな感じで、そうね、やっぱりあの見えるライオンズマンションのここの、ここですね、ここです。まで1分25秒、信号が良ければ本当に2分で着いちゃうなって感じの天気です。ね、青立って隣のマンションの1個2個、あ、子供走ってきちゃった、子供映さない、よいしょ、この3個目ここで、ここになります。大森海岸からはこう歩道橋を渡ってこう来て、ね、すぐよし、やっぱね3分かかんない、2分ぐらいでね着きましたね。ちょうど逆に今信号がこれになっちゃったから、あとは普通に帰ります。